はい、皆さんこんにちは。エクセニー講師の弁理士の馬場ですと。今日はですね、2019年度の弁理士試験合格者対談ということで、私のクラスの一発合格者であるね、まあ水藤さんという方に、まあ、来ていただきましたと。ね、わざわざ今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というところで、まあ早速ですけれども、時間もあまりないですから、いくつかの質問を聞いていきたいと思います。まず一つ目、じゃじゃんと。いろいろ資格がある中で、弁理士をこう目指そうと思ったきっかけですね。まあ、これをちょっと、はい、教えてくださいということですね。はい、はい、私は企業の知財部で調査の仕事をしています、うん、はい、より法律的な知識に基づいて調査を、うん、したいというふうに考えたので勉強を始めました、うん、はい、で社外の方にその調査結果をお話ししたりする時があるんですけど、うん、はい、その時にその自分が弁理士であった方が、うん、安心感を与えられるんじゃないかなと思ったので、うん、はい、資格取得を目指しました、うん、はい、はい、うん、まあ確かにね、やっぱりこう資格がある方がね、やっぱアピールって、企業の中といえどもやっぱり弁理士だっていう方がやっぱりこうなんですか、対外的にはね、いろんなアピールにもやっぱなるかなというところですね、はい、はい、では早速ですね、もう一個ですね、はい、次どんどん行きましょう難関である弁理士、まあ確かに試験で難関である弁理士試験は予備校を利用すべきだと思いますけれども、レッコを選んだ理由というのはまあ何ですかというところですね、はい、はい、特に、うん、他の予備校は検討しなかったんです。レック有名ですし、うん、あとコースのガイダンスの動画があるので、うん、それですごい、うん、雰囲気分かりますよね。動きまくってるやつ、ね、そうですね動きまくってるやつ、ね、そう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 、コースの選択はしやすかったですね、だからレックにしました、うんうん、はい、うん、なるほど。でまあ実際にまあ取ってみて、まあ、選んだということですよね、はい、うん、スマートコースですね、うん、なるほどね、はい、はい、うん、まあ、逆にスマートコースを選んだ理由というのは他にあったんですか、はい、うん、はい、私小学校の小学校低学年 の、はい、あの息子がいるので、あ、まあね、はい、うん、通学を選択肢に入れられなくて、なで通信でっていうようなことで、うん、で先生の動画を見て、うん、で通信はまあ、質問ができないかなって思ったんですけど、確かなかなかそこがね、はい、やっぱ通信は、うん、そうですよね、うん、それもなんか質問できそうな、そう、まあやっていただければね、そうですね、まあね、セウさんもツイッターで、はい、時々は、はい、そうですね、そうしてくれてたので、はい、うん、はい、その環境があるんだったらできるかもしれないなって思ったのと、うん、あとは1コマ60分ああそうね、うん、やっぱちょっと長いとね、そうなんですよね、うん、そこがあって、うん、はい、特に家事のね合間とか、そうですよね、そうなんです、端的にはね、はい、やっぱお子さんいるとなかなか長い時間ね、そうですね、見るっていうのは、うん、難しいかな、はい、ああなるほど、そういうところでじゃあちょっとスマートでやってみようと、はい、いうことになったということですね、はい、そうです、はい、でそれを選んでみて次もう早速3問目ですけど、実際に学習を開始して、はい、まあ、実際まあレックのカリキュラム、まあ、スマートになりますけど、うん、まあ、カリキュラムとか、まあ、講師教材についてはどうでしたかっていうところですね、はい、はい、カリキュラムは、うん、さっきのやっぱり 1コマ60分の区切りがいいっていうのがやっぱ一番よくって、はい、後からその向こう審判どこだっけとか、うん、それ見直しの時に3時間1コマだと なかなか、うん、こうコマ送りとかもすごい大変なので、うんうん、見やすい、探しやすいっていうのがすごい良かったです。 あとは一つの条文に対して入門講座があって、うん、制度イメージがあって、うんうん、で重要項目に、うん、主要4法って言って、うん、そのいろんな角度から一つの条文を教えてくれるっていうのが、うんうん、飽きないでいいですよね、うん、すごいカリキュラムいいと思います、うん、はい、はい、まあ、当時はね、まあ、そういう講座でも今年はちょっとまた違う、あ、そうなんですね、スマートは年々ああ進化してるから、はい、今年はあの重要項目はまた復活して、ちなみに去年はないんで、ああそうですか、去年は違う、あのトップダウン講座してて、今年は重要項目と過去問条文攻略講座みたいな、また名前をちょっと変えて、そうなんですよ、やり方をちょっと変えたりして、あのこれももうちょっと前面にやりながら過去問でベースやってる、でもやり方と一緒でやっぱり何ローテかはちょっとするっていうのは、やっぱ今回もやっぱり4回ぐらいは例えば審判であれば、うん、繰り返しやるので、まあ、そこは多分何回もやってるのは一緒なんだけれども、まあ、講座の見せ方はちょっと変わってるかなっていう、はい、そうですね、うん、何度もやるのいいですよね、はい、うん、はい、はい、それとあとは講師についてですかね、うん、あ、いいでしょう、はい、講師、はい、講師については、うん、めちゃくちゃ言いにくいこともあると思いますけど、はい、ね、まずツイッターで質問できる環境っていうのはすごいよくって、はい、うん、で先生とずっと一緒に走ってるっていうような感覚があったのが良かったです、うんうんうん、本当に助かりました、うんうんうん、
そう、はい、そこはもうね、ほんと言っていただきたいことで、結構ね、つい受かる人はツイッターやられてる方多いんですよ。はい、あ、でも私、そう、なんかそうやってあんまり、うん、でもまあ、あの質問ばっかりですいません。そうそう、いやいや、そう質問やって聞いてくれる、はい、やっぱその聞ける環境がある。で、はい、他の受講生も言ってたのは、はい、質問しないにしても、はい、一応質問できるなっていう環境にあることが安心できますよね。やって、で実際こう質問しようと思ったら解決することもやっぱり多いって話は、そうですね、そう意外に聞こうと思って調べてるし分かっちゃうんだけど、やっぱそれがあるからそれができたっていうことで、で結構その、うん、あの本当に受かる方って何の形でやっぱ使っていただいていることは多いので、まあ、そういう吉さんも、まあ、そういった意味で、ね、はい、やっぱちゃんと使ってもらってたので、はい、うん、あのぜひね、今年の受験生とかもね、はい、使うように言っていただいて、そうですね、うん、あのいい感じの質問ができた時には、うん、あのブログで回答しましたっていうのがツイッターで出て、でブログ見ると、うん、わーっていっぱい書いてくださってるんですよ。でもブログで回答しましたが来ると、うん、よし、あ、そうなの、いい質問したんだなって思ってました。あ、違う、違うんですか、ツイッターが悪いわけじゃない、だまされそうなんですけど、うん、うん、はい、長くなっちゃう、ね、うん、あ、まあ、そうか、そうか、そういうことだったんですね。あるし、まあ、当然他の人も知った方がいいなっていうのはあるんだけど、はい、あ、そうだったのか、だけよりかは、やっぱいろんな人が、はい、あ、これは知った方がいい質問の場合はブログで回答してるとか、あ、まだいい質問であることは確かなんで、いいと思います、ガッツポーズあって、はい、ありがとうございます。はい、あとは先生からはあの、うん、投資込みとか、うん、あのマッチングっていう、うん、あの作業を、うん、の仕方を教えていただけたのが、うん、すごい良かったと思います。はい、落とし込みのについてのちょっと、落とし込みを実際、はい、まあ、今日やったのを持ってきていただいて、落とし込みがやっぱり結構なかなか難しいところはちょっとあると思うんですけど、はい、瀬尾さんはちょっと、まあ、こういうですね、まあ、ちょっと4法を、まあ、コピーしたものを使われてたようで、で実際にまああれなんだよね、ここでこっちが条文で、これは過去問出てるところをチェックしてたんですよね。はい、まあ、私がよく言ってるやつですけど、まあ、過去問のところを全部赤線で、でここが過去問出てる粘土かな、こっちが、こっちが、そうです、そうです、そうです、で粘土のところで、これは何、青本のあれなのかな、青です、はい、記載を持ってきてるというところで、はい、まあ、結構綺麗にまとめる、ちょうどこれ職務集めのところですけど、はい、まあ、結構こういう感じでまとめる、だから早かったよね、やったのが、ね、早かったですね、うん、もう一気にやりましたね。だってもう入門講座が終わって終わってたもん。そうでしたっけね、もう。なんかもうなんか終わったから、やることなくなっちゃった。うん、入門講座やってもなんかやったからすごい不安になってて、はい、忘れてるんじゃないかみたいな。そうなんですよ。っていうのをなんかすごく、もう早くやったからもう一回やり直した方がいいかみたいな、そう話をしてて、いや、それはしなくていいんじゃないっていう話をしてたので、やっぱだからここをね、本当にきっちりやってる方は、あの結構試験にあの、まあ、点数取ってるかなという形で、あとはまあちょっとこれもんかな、こっちはこれもんにも書き込みを、はい、これは十分の塗り分けをしていたっていう感じですかね。そうでしたね、はい、色塗りでしていてもらって、はい、あとはまあメモとかっていう形で、はい、まあ、やっぱりこれもんを使って、まあ、これもんというのはこの年度別あの条文ごとの過去問なんですけれども、これを使ってやっぱり落とし込みは、そうです、うん、それが楽ですからね、はい、そうですね、うん、うん、っていう形でやっていた、まあ、ちなみにこれメモとかもあれですか、これもんでちょこちょこ書いてた。ああ、そうです。空いてるところに、はい、なるほど、分かんないところはという形ですね。はい、で付箋だらけでしたね。もう今はもう付箋取っちゃったんですけど、でもいっぱいここにもなんか付箋ものすごい量でした。好きですよね、そうです、受験生。これね、多いよね、これ。そうなんですか。みんな、あのもうヒゲみたいになってる人あ、そうそうそうあのいるので、圧倒的な人気なんですけど。で、末吉さんは、あの結構私4法はあのきっちりやってねと言って、下3法は、まあ、あんまりやらなくてもいいって話をしてるんだけど、あの大変だから、結構下3法もきっちり。はい、やってくれたようで、はい、例えばこの PCT 大変だったでしょ、もう規則も全部やりました ね、はい、PCT もで、このね、可愛い絵をいつも名前あるのこれあの、あります、あの緑が誰でとか、あ、そうあの赤が誰で決めてます。 なるほど、はい、でこういう感じで全部これもう本当に PCT の規則まで、はい、まあ、落とし込むというかメモを全部書いていた感じで、聞いた方がいいかな、はい、こういう感じで全部書いてくれてたんですよね、まあ、これもこれ何の流れだろう、予約のないときに、予約の話か、はい、うん、予約の時で、あ、流れがなかなかこう分かんない時があるので、うんうん、絵を描くと頭に入りやすかったです。瀬尾さんはすごく絵を、例えば不正競争防止法なんかも、もうこれ適用除外のところですけど、まあ、こんな感じであれですかね、全部絵にしてね、はい、これすごいですよね、うん、だこれ絵の才能がなきゃできないところなので、でもやっぱりこうやってやっぱ全部こう書くことによって覚えた感じですかね、はいはい、そうですね、うん、後から見るときはもう絵を見て、うん、あ、なるほどなるほど、思い出すと早かった、うんうん、読むのはちょっと時間かかるからと思って、うんうん、結構この復習は、はい、あのではこれ結構見直しとかはしてました、うーん、
それが上手に使えなくって、やっぱりやるっていう作業が一番勉強になっていましたね。やっぱり四方対称にこの書き込む時がやっぱ探すのが結構大変だったでしょ、最初の頃。そうですね、はい、だどこにあるかがわからないっていう多分、はい、で実はそれをやると条文を結構何回も読むので、ああそうですね、そうそう、過去問と条文をこう繰り返し、うんうんうん、どこをチェックすればいいだろうということで結構真剣に言葉を読むっていう、そう本当にそうですよね。そう、だそこがやっぱり非常に落とし込みは効果があって、多分書いたの結構皆さん見てないでしょ、はい、そうですか、そう結構多い、私もそうでした、うん、でもそれでも全然もう力はついてて、あそうですか、やっぱその条文書いたタイミングがすごく大事なので、はい、だ実は書いたものに対しては本当にあとはもう本当確認用で見るだけでいいのかなという感じですね。ちなみに担当だとこういう、はい、まあ、担当アドバンスっていう、まあ、補助教材もあるんですけど、まあ、担当アドバンスもまあ書き込みをして、でこれ私があれだよね、過去問は青で囲った方がいいとかっていう、はい、うん、すごく見やすくなっていいですね。なかなかねカラーってわけ向かないね教材は、うん、なんか全部こんな形で、うん、塗り分けをしてもらった感じですかね、うんうんうん、なるほど、なんかまあ結構本当にまめにいろんなことを書いてもらったなという形ですね、はい、先生のこういろんなこうラーメン屋の話とか、うん、そういう例え話も全部絵にして入門のテキストにも書いてあります、うん、いつもねあれ本当に再度受講してる人には申し訳ないなっていうね、はい、でもね結構その雑談でなんかこの講座を見てたみたいな、はい、思い出すみたいなそういいですよね、うん、そうなんかそれはよくあるらしいってところ、はい、でちなみにこれパリ条約なんかはねもうほぼ教材を作ってるような感じのね、これすごいですよね、4条 D とかも、はい、主張しますって申し立てをしてっていう形で、はい、これはもうあれですね。でもね、まあ、ただ末吉さんこれ今絵でやってるんですけど、結構受かった人はやっぱみんな何か作ってるんですよ。あそうですか、うん、結構その絵の人もいるしワードとかで作る人もいるし、うん、何かをなんか独自のやり方を、うんうん、まあ、している人は多いかなという形ですかね。ただまあそれがなんですか、やっぱ時間がまあ取れるかどうかっていうのもあるし、うん、まあ、どっちの方が早いかっていうのもあるんで、まあ、必ず作るのが、まあ、その人によっていいかどうかわからないんだけど、ただまあやっぱりなんか自分のやり方を、まあ、きっちりベースがあってね、講座でやってるベースがあって、うん、その後にプラスアルファで工夫するっていう人が多いかなという感じですかね。はい、はい、でこの項目は大体話聞く感じですかね。まあ、あとは先生に関してはなぜ この規定があるのかっていうようなことを重視されるところがいいですね。暗記あんまりしないようにっていうふうに、うん、ね、そうなんです、私もそうなんです、うん、だからいいですよね。自分ができないのね、うん、人にやってくれとはちょっと言えないので、そう、なんかすごく良かったです、うん、あ、なるほどね、はい、はい、ということで、はい、次行きますか、はい、はい、どんと、モチベーションの維持やスランプ克服の工夫についてお聞かせくださいというところで、はい、まあなかなかね、そうですね、割と波がモチベーションの波ってはなんか感じなかったんですけど、はい、なんかもうダメだみたいななんか割とそうですよ、ね、なんかメンタル的にもうダメだみたいな、もうダメだってありましたね、うん、なんかもうなんか何回も諦めかけてそうなんです、そうなんです、もう諦めちゃうなみたいな、なんかもう私が一番できてないみたいな感じ、そう、いつもそうでした、うんうん、モチベーションの維持は、うん、学習日記が一番効果があったかなというふうに思います。あ、なるほど、自分頑張ってることを可視化できますからね、はい、やっぱその勉強時間をね、よく可視化してほしいっていうのはずっと言っていて、講義なんかでも、で、まあ、その学習シートっていうのをまあつけてる感じで、ちょっとまあ一番頑張ってる年末年始のやつというところで、まあ、こんな形のものですよね。で結構細かく本当に末吉さんが書いてくれていて、うん、そうそう、うん、またここにもねそうそうそう絵があって泣いてますけど、はい、うん、ただまあやっぱり勉強時間っていうところと、やっぱこの何が分かったかとか、まあ、疑問点が何だったかっていうところを結構まめに、ここまめに書いてる人って結構ね少ないんですよ。あ、そうなんですか。少ない、これをねちゃんとつけてくれる人も割と少なくて、あ、うん、つけてくれてる人とつけてくれてない人がいて、うん、なのでまあそういった意味では本当にきっちりと書いてもらってるという感じで、うん、そう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 、うん、それ一日一日のがあって、うん、その右側とかは何をやったかっていうのも、うん、そうですね、そう、いやでもこれを見てて道場全然できず帰って泣いたというの気になった、うん、そんなできなかったできなかったもう全然ダメでした、まあ、この時期はね1年目でそう、これの時にもう全部もう一回やり直した方がいいって先生に言われて、うん、全部聞き直しした時、あ、向こう審判ね、うん、あの日、うん、忘れない、審判はね1年目はできないですよ、
本当ですか、うん、もうしょうがない、うん、だって2年3年やってもできない人は多い、うん、ところなので、まあ、それでもできてる方だなって言って、そう気になったら末吉さんもうダメだってなっちゃうので、そうですダメじゃないのにって思いながらやってた感じですかね。本当にこれもすごい細かく時間つけてる感じですかね、うん、でやったこととかについてもやっぱこういうねちゃんと可視化をするというのはすごく大事で、うん、でミキちゃんあすごいですね51時間さすが年末年始ですね、年末年始ですね、うんうん、まあ、これぐらいやって、あとまあ改善点ですかね、やっぱりその自分でやったことをまあアクションチェックしていくっていう、はいはい、ですね、先生のアドバイス通り重要項目視聴スタートって書いてありますね、重要項目をもう一回全部見直した方がいいよって言われて、そうですね、はい、うん、でここがやっぱり、まあ、本誌で出るところ、うん、問題出るところもやっぱ優先的に多分やってった方がまあいいのがあるので、だからまあそこをやっぱり中心にやっていくと、勉強していくとか途中で何やっていいかが分かんなくなってこない、ありました、うん、もうなんかこれもやんなきゃ、はい、あれもやんなきゃ、そうなんです、そうで意外にその過去問であんまり出てないんだけど気になっちゃって、 ありますねそう、そこにハマってだからよく見たらこれも見ると1問しか出てないのに、なんかそうそう分かんなくて、だからそれじゃなくてやっぱりその繰り返し、はい、うん、出てるところをやった方がいいとは思うんですよ、はい、うん、で最近はそれは繰り返し出てる論点はちゃんとまとめてるんで、これもに、あそうこれポンってちゃんとポイントがあって、あそうそうないでしょその頃は、末吉さんの頃はね、なんかちょこちょこと出してくださって、そうなんだけど今はちゃんと全部に入ってて、あそうなんですか、にそう徐々にそのこれはいいですね、そう徐々にね楽になるように、あいいですねそうそういろいろね先人の苦労がフィードバックしていくっていう感じですね、はい、だからまあ担当は結構そこのやつをやってくれてた感じですかね、そうですね、まあ、落とし込みと、あと学習記録をつけてたと、はい、はい、うん、でこれ論文のところで結構論文もあれですかね、これも論文これもは、うん、夏に全文書きを毎日やってました、うん、はい、うんうんうん、で、まあ、結構これ、まあ、これ論文これもんっていうのが、まあ、論文の基本的なレジュメを集めた私のやつなんですけど、これを結構もう本当にスケジューリングとか予定日通り、そうですね、うん、はい、やってたっていう、ね、うん、感じで、おやっぱすごいですね、うん、論文コレモンってやってみてどうでした？いやいや、私はあんまり、うん、その凄さに気がついたのが、はい、論文の本誌の2日前ぐらいでした。これすごいって、あそうそう、はい、うん、ちょっとこれですよね。これ。そうそうそう、で結構ずっとこう書いてくれてたんですかね。書いてました。この頃はじゃあもうなんか無心ですか？無心でしたね。あ、なるほどねって思うんですけど、やっぱ何が書いてあるのかよくわからなかったり、うん、で頑張ってまとめてみたり、うん、絵にしてみたり、うん、これはでもいつぐらいなんだっけ、8月です。あ、じゃあ結構早いですね、はい、だからついていけなかったですね、うん、消化できなかったですこの頃は、うんうん、なるほど、多分でもとりあえず書いてみる、とりあえず書いたっていう、あ、はい、あ、まあ、そうだね、さっきのスケジュールだと、はい、うん、8月にやってますね。これをもう日々結構やってた感じですか、はい、やってました。うん、それをやっていったから、うん、ちょっと担当がその時期こうガッて抜けるっていう感覚が、でも落とし込みが終わってるんです、はい、そこで、ね、そうそうそう、うん、先に落とし込みが終わって、はい、で次に論文のこれも、はい、うん、回してたっていう形ですかね、はい、うん、なるほど。でこれをじゃ全部全文書きしてたって感じですかね、もう本当に、はい、やりました、順番に、はい、順番に、それは大変だね、はい日々どれぐらい時間かかりました？結構かかるよね、かかりますよね、うん、1日1時間か、うんうんうん、そうだよね、時間以上はうん、かけてたかもしれません、うん、この頃はもうそれを中心にやってたので、うんうん、はい、まあ、結構ね土日を使ってうまく、はい、うん、活用してねやっぱやっていくと、はい、なかなかねやっぱ仕事しながらだとねそこが、はい、うん、うまくなかなか休みがね自分の時間が使えなくなっちゃうので、そうですね、大変かなと思いますね、はい、あ、なるほど、はい、うん、でちなみにまあスランプなんですかね、あ、そうですね、うん、スランプ大体先生おっしゃったように、うん、生活をもう犠牲にしての受からないんだろうなっていうふうに思うとき、すごいたびたび絶望してましたけど、軽いときは家族に話聞いてもらって、あ、もう寝たらって言ってもらうっていう、それで、あ、じゃあって言って寝ると元気になってるっていうのと、あとはあまりひどいときは先生に相談、はい、で立ち直ってました。やっぱ結構いつぐらいから、最初はでもそんな不安じゃなかったし、始めたばっかりの頃、そうですね、はい、でもなんか見えないじゃん最初は、まあ、そうですね、はい、なんかまあなんか入門聞いて、あ、そうですなんで、ね、こう最初の楽しさってあるじゃないですか、知らないことを知っていく喜びが、はい、うん、
うん、それが途中から多分覚えてるはずのことを忘れてる絶望に変わるでしょ。そうです、うん、それ早かったね。早かったですね。絶望に変わるのが。もう夏から絶望してましたよね。そういうふうに、まあ、やっぱりなんかそういう時でも自分の時間とか取ってました。それでも全然本当にもう勉強だけ。勉強だけです。あ、やっぱそう。はい、うん、1回ぐらいもう、うん、もうダメだって、もうこれはもうダメだっておかしくなりそうになりました。なりました、何度も。でもあの勉強やめるのが怖かった。一発合格者病なんですよ、それ。え？一発合格者ってどっかで皆さんなるんですよ。やっぱもうダメってね。はい、うん。発狂しますよね。なるなる。どれに誰に聞いても。その時期はね、人によるんですけど、年末って人もいれば年明けて、はい、一発合格者の人は聞くと必ずね1回は来る。あ、そうですか。そう、時期が来て、これほぼ共通なんですよ。あ、皆さんなんかもね、うん、涼しい顔かもしれない、合格してってるような感じが。やっぱみんなね、もう焦って追い詰められる。まあ、それぐらいやっぱりみんな結構苦労される。あ、そうですか、うん、私みたいにそれがない時期の人は2年とか3年かかる。あ、まあ今年ダメだったかみたいななってしまうので、うん、まあ、結構やっぱ皆さんなりがちなので、はい、うん、ただやっぱそういう時にこう何か、まあ、気分転換とかね、はい、本来できたりとか、まあ、今言ったらその学習やっぱ時間を書いておいてもらってると、はい、多分自分の頑張りというか、はい、まあ、ここ宝物になりますよね。、うん、まあ、ここ私頑張ってるみたいな、うん、そう、だからまあ、 あの本来は時間をつけとくと次の年だからもしダメでも結構使える。要するに、まあ、去年はこれぐらいやってここまで行ったってのが分かるので、まあ、瀬尾さんはね、あのそこは使わずに済んだというか。おかげさまで、うん、っていう形ですね。はい、で、まあ、論文の、まあ、大体そうすると年内は、年内というかスマート始めて最初に落とし込みを一気にやって、はい、で論文コレモンをやって、はい、でほぼ年内はそれで終わりですか。講座見て。そうですね。うん、はい、ちなみに下散歩っていつから始められました。年明けからやろうって思っていて、うん、先生がそういうふうにおっしゃってたんで、まあ、そうしたんですけど、うん、年明けの時点でもう四歩がボロボロになってたことに気がついて、四歩やり直しなっていうふうに、ん、その年末にあの道場で泣いた日に言われて、うん、やり直しを始めたので遅くなってしまって、本当、うん、しっかりやったのって、ね、2月とか、うん、2月ぐらい3月とか、うん、で間に合ったでしょ。間に合いました、うん、はい、間に合うもんです。下散歩は逆にやっぱ早くやっても結構忘れちゃったりとか、はい、あ、うん、やっぱり条約が細かいので。そうですね、うん、やっぱり四歩をしっかり固めるっていうのが、うん、精神的にね、あの焦りが出てくるから、やらなくていいのかなって思う。そうなんですよ、うん、はい、みんなそう思って、はい、あの早めに手出しちゃうと四歩も点数伸びなくなっちゃうので。そうでしたね、うん、はい、やっぱりそこは本当にきっちり四歩を固めて、はい、下散歩やってもらうといいかなと、はい、で論文の勉強はじゃあ年内はこれもんと過去問はやってました。やりませんでした。マッチング全然やってませんでした、はい、でこれマッチングやってます。これと本当にもうじゃあ担当5です。でマッチングをあのきっちり過去問なんかもやってもらってるんですけど、よいしょ、こんな感じで、ね、あ、じゃあもう本当に過去問着手してもこれもんだけ、もう年、あの年内とか論文対策はあの過去問、これ論文コレモンと、まあ、過去問があって、過去問は、うん、あの、はい、もう担当試験5だけ。あ、全然見てない。全然見てないです、はい、なるほど。じゃあ結局やっぱじゃあこれもある程度ベースのパーツができてたから、あ、多分書けたんだと思うんですけど、はい、うん、で実際過去問もあの担当試験を見てどうでした。できそうと思いました。で1ヶ月しかないんですよ、ほぼできないと思いましたね。また絶望の絶望ですね。うん、うん、また絶望の感じ。このやっぱり見ると青が、うん、問題文、あれ条文かな、これだと問題文だと思うね。問題文ですか、うんうん、青が問題文で、まあ、私の問題文、はい、ピンク項目ですよね。ああ、うん、そうか、うん、あ、なんかその問題文と条文を分けて色分けするっていうのがマッチングですけど、うんうんうん、それをやるとあんまり覚えるところはないんだなっていうことに気づく。そうそうそう、論文ね、意外にないよ、うん、そうそうそう、あの思ってるでしょ。なんかこれだけ見ると、うん、いろんなことすごい書かなきゃいけないように思うんだけど、はい、やっぱりその条文を持ってきて、はい、問題文を持ってくると、うん、割ともう6割は終わってて。そうですね、こうだ、うん、緑と青の部分って、うん、その自分が知らなくても書けるっていうか、そうそう、何を出すかっていうのが分かっていればできるので、うんうんうん、オレンジの部分を知ってればみたいな、うん、私も受験生の時はやっていて覚えたくないから。そうそうそう、だからあのこの中で覚えなくていいことを全部消して、そうそうそう、だそれで結局マッチングっていうので、はい、問題文と条文にある方はもう覚えなくていいっていう、うんうん、形になるので、うん、なるほどね。でそれは本当に担当試験後に5にやりました、はい、うん、何度も、うん、で実際それは書いてました、はい、全文書きはしませんでした、うん、全文書きはしなくて、はい、こう1回もしなかった。
一回もしなかったかもしれません。あ、そうなんだ、はい、あなるほど、はい、不安ではありましたけど、あ、まあ、とりあえずじゃあもう項目、はい、こうマッチングをして、はい、あとは項目何が出てるかっていう、はい、あ、そうですね、うん、でただまあ論文のこれもんでね、さっき言ったようにこっちで、ね、あの書いてるので、あ、多分だから結局これって過去問から抜粋してるので、はい、あの全く書いてないわけじゃないんですよね。あ、まあ、この形で書いてないってだけで、はい、そういうふうな項目自体は書いてるかなと思うので、はい、あ、なるほど、はい、なんでじゃあまあそこであの本当にも担当後に論文をきっちりやったという形ですね、はいはい、うん、まあね、非常に良、まあ、かったですね、それで本当ですよ ね、 ね、もう、うん、短いですからね、あの時間がね、あ、そうそう、うん、そこのね、うん、担当から、うん、そうそう、だからやっぱりなんですかね、やっぱ不安になっちゃうんだよね、やってないと。ですね、そんな下3本もそうだし、論文もやんなくていいかなっていう形で、やっぱでも一番やっぱりこう中途半端にやっちゃうと、はい、全部中途半端なんで、末吉、はい、さん良かったのは結構振り切ってくれたのは、え、そっちにだからもうこれはだからもう後でやるとか、下3本はもうじゃもうやらなくて逃がすからやるとかっていう形で、そこでやっぱり、うん、振り切ってるのが、まあ、それはそれで良かったのかなって、はい、うん、思いますね。ありがとうございます。はい、なのでよいしょと、ズバリ2019年の合格の決め手になったのは何だと思いますかと、なかなか自分で言いにくいね、あ質問なんですけど、はい、うん、はい、迷った時に、うん、まあ、先生に、うん、そのすぐに勉強の進め方を相談すること、うんうんうん、割とその今相談はしてくれてた、うん、しましたね、うん、思うので、はい、まあ、基本的には皆さん個々が優秀なので、うん、結局そのきっかけなんですよね、あと、うん、方向性 で、 そうです、ね、やっぱり方向性さえ合えばそこは、はい、絶対うまく回るはずなので、そうですね、うん、間違った方向にそのまま行かないようにっていうのは気をつけました。あとは自分は自分って割り切ることの、うん、他の人と比べるとどんどん辛くなってきちゃうから、うん、そこはもう私は私ってよく書いてたんですけど、あ、うん、それは言い聞かせてました。あとはもう諦めなかったことかなって、何度も諦めそうになってましたけど、うんうん、もうそれもう最後のその本心の日 の、 その直前まで伸びるって信じて、うんうんうん、受かるかどうかじゃなくて、うん、伸びるからそこまでやるっていうだけっていうふうに思うようにしてました、うんうん、なるほど、はい、うん、今のこの話でだから、ね、まあ、その合格の決め手っていうところで私の方から見た末藤さんっていうのもあって、はい、でやっぱ一つはすごく素直、受講生の方っていろんなタイプいるんだけど、先生やっぱすごく素直で、例えばこれをやりましょうとか、あのこういうことやってくださいと言ったら、まあそれについては結構がっちりもう進んでくれると、はい、まあ、唯一やってくれなかったのは勉強のつぶやきをしてねっていうのはすいませんしてなる日々ね本当はある方が分かりやすいのでいいんだけど、はい、まあ、そこはまただ、まあ、それって別につぶやきを私が見たいとかっていうよりかは何をやってるかを把握してもらいたいというのがあって、だからその例えば学習シート書いたりとか、あの手帳に書くパターンの方もいて、はい、何でもいいと思ってるんですよ私、はい、やっぱ記録をつけるってことがすごく大事で、そこはやってくれてるので別につぶやかなくても、はい、まあ、それは別にそこはまあ気にしてないので、はい、まあ、だからそこはすごく素直にやってくれてるっていうのと、やっぱりまあいろいろなんですかね、不安に思うことはあってもそれでいてもやっぱり前向きに取り組んでる姿勢っていうのは多分あの他のいろんな僕受験生と比べてやっぱ末吉さんそこを強く感じていて、だからそういった意味でもやっぱりあの、まあ、素直に試験にやっぱ合格が短い人1年とか2年で合格した人の特徴っていうのは結構やらなくていいことはやらないんですよ本当に、はあ、素直に、だからここは試験でないからいいんじゃないって言って、あ、そうですかって感じで結構引き下がるのが早い、はあ、っていうのがやっぱり短期で受かる人は、はあ、いうのもあります。短期で受かるというかやっぱその試験に受かるのはやっぱり必要かなと思っていて、で逆に試験出るところは避けた審判とかみたいにやんなきゃいけないところは本当に食いつくんだけど、だここはやんなくても大丈夫じゃないっていうと、あ、そうなんだっていう形で結構やっぱスッと引き下がるってところがやっぱりうまく切り替えができてたかなっていうのがやっぱ自分から見てると末吉さんそこは感じていて、だからまあ何回見たと思うけど、はい、それは受かるんじゃないっていう結構気楽に、うん、おっしゃってましたね、うん、そう、だ全然あの私は本当に受かるだろうと思って、うん、思ったことはないですけど、ね、私はそこを信じていて、ありがとうございます、あ、もう大丈夫だなっていうのは思っていて、やっぱそこの取り組み方っていうのがやっぱりもうあの完全に受かる人のパターン、うん、あのだから勉強って皆さんできるんですよ、なんか勉強がすごい記憶力がいいとか、はい、そこはあんまりなんですかね、みんながあんまり実は差がなくて、やっぱそこの勉強の資格試験って本当に出るところをしっかりやるのがすごく大事なので、そこの取り組みは結構やっぱりきっちりと、だからもう仕事よく言うとその仕事として捉えてる勉強を、うん、もうなんかこうノルマを凝らすじゃないですけど、はい、そこがやっぱりしっかりできてて、あ、多分普段仕事もできるんだろうなとあの見える感じですね。いや、ありがとうございます、はいはい、っていうのを私から見たあれでしたね、はい、うん、最後になりますが、はい、今後の目標と弁理士試験を、ね、受験する方々へのメッセージをお願いしますと、はい、でこれ
バツンとここはね、うん、言ってくる。今後の目標カメラ目線だね。今後の目標は、まあ、今後の目標はカメラ目線じゃなくて、そうですね、信頼してもらえる、ね、その調査を私やってるので、うん、調査担当兼弁理士っていうものになる、うん、なりたいですね、うん、はい、あの技術をもうちょっと勉強して、うん、どちらにも役立つと思うので、うん、技術の勉強していきたいと思ってます、うん、でまあ、ね、ね、プレッシャーもあるよね、はい、今度弁理士って肩書き入ってるね。そうですね、ちょっと大変、うん、どうしよう、弁理士さんなのにっていうね。そうですね、怖いですよね、うん、なっちゃうのでね、うん、でそこはもう自己検査で、まあ、でもまあそれだけきっちりやってたので、はい、うん、あ、そうですか、うん、全然心配はないですけどね。ありがとうございます、はい、あと、そうですね、メッセージは周りの受験生の方が、うん、すごすぎて圧倒されて、うん、こうできなくなってしまうことも、あると思うんです。で特に1年目の方はできるようになるのは本当に本試の2日前とかかもしれないんです、うん、私がそうだったんですけど、うん、なので焦ってやめない、焦って手が止まるっていうことがないように、うんうん、前だけを見て走り続けてもらいたいと思ってます、うんうん、はい、いいこと言うね。本当ですか。もういい、そう、その通りだと思います。やっぱり、はい、継続をするってところと、はい、うん、やっぱりもう最後の最後まで自分も信じるっていう、そうですね、ことですよね、はい、うん、やっぱりなかなかね自分を信じるって難しいんですけど、はい、まあもうなんとかなるに違いないっていう、よく、ね、講義で根拠のない自信、あ、ね、おっしゃってましたね。そう、よく言う、まあ、それでいけばいいんじゃないかなと思います、はい、はい、というところでね、ちょっと今日はお忙しいな、本当にどうもありがとうございました。 ありがとうございました、はい、ということで、まあ、今日はね、セイフさんに来ていただきましたということで、皆さんぜひ弁理試験頑張って合格をね目指していただければと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもさよなら、さよなら、手振る、はい、さよなら